浦部久美子は日本の女優。本名は木村久美。浅草オペラや旅回りの一座を経て日活京都撮影所に入り、制作の妻、ゴミ堺、お清と母などに主演し、性格女優として人気を博した。その後は日本を代表する不け役として活躍し、60年以上の女優生活の中で300本以上の映画に出演した。晩年は、 おばあちゃんアイドルとして、テレビのバラエティ番組にも多く出演した。蒸気以外の主な出演作に、稲妻、ガン、赤線地帯、私は二歳など。1902年10月5日、静岡県鴨郡下田町に生まれる。父、慶中は、臨済州県長寺派、長松山太平寺の住職で、母、花はその後沿い。三歳上のイフ姉がいたが、 幼児に病没したので一人娘として育つ。1909年、父が川津町健高の同運三人領事へ移ったため、健高、入谷神城小学校に入学する。母の姉が東京の明治座で吉野屋という売店を経営しており、いつも演芸雑誌や芝居の絵番付を送ってもらっていたことから芝居好きとなる。5年生の頃は、 隣の稲取町にかかった連鎖劇に心を奪われ、今井浜で近所の子を集めては、芝居ごっこに熱中していた。1914年、父が、寸東軍金岡村あざ、岡宮の明神寺派、仏日山城小寺に移るに伴って、金岡神城高等小学校に転校。1917年に高等科を卒業して、私立の沼津女学校に進学する。 沼津へ移ると、乗り物の便が良くなり、休日には母に連れられ芝居見物に上京するようになる。明治座で、市川佐団治、本郷座で、新波郷道劇、新富座で、中村貝二郎、歌舞伎座で、中村歌右衛門などを見るうち2になり、明治座で、松井須馬子の復活を見るうち女優に憧れるが、かつて見た連鎖劇の影響で、 活動写真の女優を夢見るようになる。1917年8月、高木徳子一座の学長だった、鈴木講義と宝塚少女歌劇の舞台教師だった、西本長春が結成した東京少女歌劇団の一員となり、一条久米子を名乗る。同期に、花房ゆり子、明石すま子、上野和枝、木島達子、千草ももよらがいた。 1919年、女学校を中退して女優になろうと決意するが、厳格な父に猛反対される。そこで父には、内緒で、母を口説いて20円の金を借りて家でする。女優への足がかりとして、沼津に来ていた記術の小曲祭天外一座に、加わって、遠山緑の芸名で一座とともに全国を、巡業するが、下ごしらえばかりで、 給金はもらえず、なかなか両費額面できなかった。1921年春、山梨県大月に来たとき、やっと一座を抜けて上京する。日活向島撮影所を訪ね、門営に女優志願を告げると門前払いを喰らい、仕方なく浅草の根岸歌劇団のオペラ小屋金流館に入ると、楽屋口に女優募集の張り紙があり、即座に応募して採用される。 奇術一座時代の芸名で、コーラスガールとして舞台に立つが、たや力蔵からは、君は素質もないし、器量も良くないから、家に帰った方がいいよと言われた。やがて芸名を、聖浦千鳥と変え、役がついてきたが、6ヶ月を過ぎた頃、音楽部員でチェロを弾いていた、富山千里の口利きで、大阪の何は少女歌劇団に入団する。 東山千鳥の芸名でおとぎ劇や舞踊劇に出演し、ここで後に、溝口賢治夫人となる、佐賀千恵子と出会い、佐賀千恵、東千恵とあだ名で呼び合う仲となる。1922年、歌劇団を退団して上京。富山の世話で3月から、上野公園で催された、平和記念東京百覧会にお興として、出演していた平和歌劇団に入り、 再び聖裏千鳥の芸名で舞台に立つ。博覧会が終わると、ここで仲間となった杉間に誘われ、旅回りのシ派一座と合同のオペレッタ一座に加わる。横須賀へ巡業した際、新派の女優に活動写真出演を誘われ、高田の馬場にあった小松商会という町工場程度の撮影所を持った会社に入社する。月給は40円。 監督の畑の安政と夫人の松本静子と親しくなり、演技の勉強のため彼らの勧めで、撮影が終わると、早稲田の近くの小劇場で上打ちしている、玉椿道場という心配一座にも出演するようになる。1923年、小松商会の撮影所は解散。思いあぐめていたところ、駅舎から、このまま東京にいると死ぬか。 大怪我すると言われ、昔の仲間もいることから大阪へ向かい、京都で旗揚げした沢森の一座に入る。一座は、不入り続きで、解散寸前だったが、一座ぐるみ新京極の中座へ、契約され、新派の筒井徳次郎一座と合同講演をする。そのうち、筒井一座の娘役が急病で倒れその代役に、立ったところ、座長に認められて、筒井一座に移る。 同年7月から名古屋公園に同行、新聞の演芸欄に名前が載るようになる。同年8月、当時、日活の装置部にいた、畑野康政から日活京都撮影所の女優採用試験を受けるよう勧められ、同撮影所に入社する。池永博久撮影所長から、千鳥なんて波間に漂っている宿なし鳥で演技が悪い。聖裏の裏を残して裏べ、それに、 本名の久米は、演技がいいから、こうつけて久米子と改名を言い渡され、芸名を、浦部久米子とした。同年公開の尾上松之助主演、孫歌がデビュー作となり、日活急劇女優としては、岩井咲子に続く、第二号ということになったが、ついた役は、女中や腰元ばかりであった。同年11月、日活向島撮影所が閉鎖され、向島の所属者が、 京都撮影所に合流して、第2部の名称で、現代劇部が設立されると、裏部も第2部へ移る。1924年、村田実監督の、お光と、聖三郎、細山清松監督の、町の物語に、早くで、テスト出演して合格し、村田監督、吉田源次郎原作の、制作の妻でヒロイン、おけん役に起用される。 村の模範青年、制作と結婚して村人から白い目で見られていた。目かけ上がりのおけんは、制作の二度目の出生を嫌がって、彼の目をかんざしで突き刺すが、ーキを終えて出所すると村人の反目が激しくなり、夫と自殺を遂げる、という物語で、映画経験も浅く、無名だった久美子はこの難役を見事に演じきり、一役性格女優として、注目を浴びた。続いて、 溝口健二監督のゴミ社会で鈴木伝明の相手役を務め、流し芸人のお松を演じる。この演技で古川六波に誇張ではない。この映画における浦部久米古城の演技を見たとき、日本にもこれだけやれる女優がいてくれたかと涙ぐましいほど嬉しかった。立派な演技であると絶賛され、演技派スターとしての地位を決定づけた。 ブラスコイ・バニエスの小説を本案した村田監督の沖清と母では貧窮の生活から逃れようと芸者になり金持ちの目掛けとなって哀れな母を捨てるという虚栄のドライ娘を講演女の執念をはらんだエゴイスティックな女性という至難の役どころを的確に演じた金色夜社1924年鈴木伝明と浦部久美子その後も久美子は 村田監督の、金色親者溝口監督の、極場団の女王、野木大将と熊さん、三草源次郎監督の、愛の岐路、吉岡大佐、安倍豊監督の、人形の家などに出演。性格女優としてだけでなく、人気スターとしても、坂井米子沢村春子に次ぐ存在となる。1928年10月23日。 京都の資産家の息子である、上野孝一と結婚。これを理由に、翌1929年に、日活を退社する。しかし、夫婦で競馬狂いになり、結婚生活は1年で、破綻、1930年4月に離婚する。日活企画部にいた畑野に、身の振り方を相談すると、池長所長に会うように言われ、日活鈴さ撮影所へ行くと、 久米子の腕を惜しんでいた池永が即座に復帰を求め、直ちに日活に再入社する。また社発出演は、入江高子主演の、見果てぬ夢で、溝口監督の、当人を基地では発狂して死ぬを待つ。しかも我らは行くでは男を渡り歩いた女の若い、時と中年の二つの年代を演じ、心理的表現の巧みさを評価された。1932年、 日活大葬儀が発生し、伊藤大輔内田と村と、七人組で退社した、村田監督に、同足して、日活を退社し、入江プロダクションに入社。安倍監督の、光、罪と共に、妻のあだなみなどに助演し、溝口監督の、滝の白糸では、女水源氏一座の下座の三味線引きで絵を高になる。ギンという悪女を演じ本領を発揮する。 滝の白井と1933年、入江高子と、浦部久米子1933年7月、新興キネマ、渦政撮影所に入社し、多数の作品に、助演、やがて、東京撮影所の作品にも出演する。1942年、新興キネマは、戦時下の企業都合で大英となり、久米子も引き続き大英所属となった。戦後は、 確かな演技力を買われて、他社の作品にも多く出演し、不契約女優として活躍する。ナルセミキオ監督の稲妻では、父親の異なる4人の子供を育て、生活の落ち着かない子供らに振り回されながらも、愛情を注ぐ母親を演じ、庶民の生活を心に食いばかりに、表出、同じく、ナルセ監督の兄、妹でも母親役を講演。 ナルセ作品では他にも、ひき逃げ、乱れ雲などに出演している。豊田志郎監督の、ガンでは、貧しい娘を正宅に囲う、氷菓子の女房を演じ、生活に疲れた女の底にギラつく、嫉妬心を抑えた演技で表現、戦前から、持ち味とした女の執念の凄まじさを、さらに年季の入った、馬技で見せた。市川根監督の、私は2歳で、 赤ん坊の世話を焼く、祖母役で出演するなど、優しい老母、祖母を演じることが多いが、川上義郎監督の、青空よ、いつまでも、の祖母役のように、嫁をいじめ抜く、憎まればあさんの役でも、絶妙のうま味を見せた。他、黒沢明監督の、生きる、五所平之助監督の、煙突の見える場所、木下啓介監督の、脳菊のごとき気になりき、 小津安二郎監督の早春、浮草、溝口監督の赤線地帯、市川監督の日本橋、伊藤大輔監督のキラレよサブロー、豊田監督の甲骨の人などに脇役出演した。1971年、大英が倒産してからはフリーとなる。1980年代になると、バラエティ番組にておばあちゃんアイドルとして人気を呼んだ。 タレントの片岡鶴太郎やタモリによくモノマネされたこともあり、特にネタがすぐバレる手品などは有名だった。そして、ライオンのいただきますでは、塩沢時等と共に常連ゲストとして知られた。1984年11月21日、私、歌手になりましたよで82歳にして歌手デビューを果たす。これは、1992年に、 金山銀山に抜かれるまで日本での最高齢レコードデビュー記録でもあった。ところが1989年10月25日午前7時55分頃東京都渋谷区の自宅で湯を沸かそうとした際に和服のたもとにコンロの火が引火、火だるまとなり全身に大火けを負って自宅前の道路で倒れている姿を発見され病院へと緊急搬送された。 治療も虚しく翌日午前0時30分、搬送先の東京医科大学病院で大やけどによる多臓器不全のため死去した。87歳没。全身の約70%にやけどを負っていたという。久米子は1986年10月にも自宅の階段で足を踏み外して転落し、1階の床に前頭部を強打して出血をする事故を起こしたことがあった。 だが、久米子は、一人暮らしで仕事がオフだったため、近隣の住民に発見されたのは3日後だった。発見者の話によると、毎朝、元気に、おはようって言ってくる浦部さんが2日前から外に、出てこない。変だと思って、玄関を開けたら、血まみれで倒れていたと言っている。この一件を機に久米子は、足腰が極端に弱ったため、事務所関係者の中には、 老人ホームへの入院を進める人もいたが、久米子はこれを拒み続けたという。それでも事務所の粘り強い説得により、週何度かは、家政婦が自宅を訪れ、様子を見たり身の回りの世話をしたりする程度のことは、行っていた。久米子が大やけどを、追う事故にあったその日も午後から家政婦が訪れる、予定だったという。病院で久メ子と対面した、朝香光代が、 顔は、やけどの損傷が、ひどくかわいそうでしたと鎮痛な面持ちで語り、階段から落ちて、大怪我をした時に、私の家に来ませんかと進めてみましたが、固くなに拒否されました。一度結婚なさって別れてからは、人間生まれる時も、一人、死ぬ時も一人が口癖でしたと肩を落として語っている。また、清川二次子も、あれだけみんなを楽しませてくれた人が、 あんな死に方をしなければいけないかと思うと、とても辛いですと語っている。星印は、溝口健二監督作品。ありがとうございます。